サソリ座はかつて北海道札幌市北区北球場西3丁目に所在した映画館。1996年6月11日に開館し、2014年12月30日に閉館した。北海道に最後まで残った名画座形態の映画館であった。上映される作品は主に1年から2年前に公開されたアート系や、 中規模系作品が多いが、不定期に往年の日本映画や外国映画の特集上映も行っていた。1日につき2から3本の映画が上映されており、毎週火曜日を上映初日としていた。おおむね1週間から2週間程度で上映作品が変わっていた。田中曰くヒット作よりも見せる価値のある映画を選んでいたという。また、 大晦日と元日は休業となっていた。開業当時はインターネットが全国的に普及し始めた時期だったが、サソリ座は当初から映画館自体の公式ウェブサイトを制作せず、毎月発行されていた、サソリ座通信において1ヶ月間の上映予定作品のスケジュールを掲載していた。サソリ座の支配人が、かつて勤務していた、須井ディノス札幌中央サソリ座の支配人であった。 田中二郎は、かつて、菅井工業株式会社に勤務していた時代に、当時の菅井ビル地下1階にあった小さな映画館5館を担当。ムーブオーバー作品を一律500円で鑑賞できる名画座から途中入場禁止制度を取り入れたアート系作品のロードショーに至るまで多彩な編成で市内の映画ファンを楽しませてきた。1995年の菅井ビル内。 映画館再編を機に、田中は、菅井工業を退社。約1年の準備期間を経て、1996年6月11日、名画座のサソリ座をオープンさせた。2000年時点の札幌市には、サソリ座の他に、ことにシアター、まこまない自衛隊劇場、札幌白石映画劇場、サンピアザー劇場など、大手系列に属さない映画館が多数あった。2010年5月に、 ライブテープを上映した際は、たまたま札幌でライブを行っていた、主演の前の健太と、松江哲明監督が同館を訪れ、サプライズ的な舞台挨拶を行った。また、画家の増山玲奈は、同年8月17日に、自身のドキュメンタリー映画、桃色のジャンルダルクが上映された際に、同館で舞台挨拶を行っている。2014年12月2日、 12月30日をもって閉館することが明らかにされた。娯楽の多様化やインターネットの普及などで若い客層がサソリ座から徐々に離れていったことなどが理由である。最終日の12月30日に上映された作品は同年8月1日より新宿武蔵のカンタでロードショー上映されていたフランス映画、友よ、サラバと用途、1999年制作の ベルギー・フランス合作、ロゼッタ、2005年制作の日本のドキュメンタリー映画、横浜メリーの3本で、21時45分の横浜メリー集映をもって営業終了した。18年半で上映した作品は1550本に及んだ。当館大居後の跡地には、2015年4月15日に和食居酒屋、和が別館をカルがオープンした。 またサソリ座の閉館により、札幌市内で中央区外に残る映画館は、東区の成人映画館である、札東映画劇場のみとなった。先に閉館したマリオンシネマや、ナヨロ第一電機館も、時間の公式ウェブサイトを制作しなかった。この再編により、映画館は、ドービルの最上階に集約され、後に、全スクリーンの館が、ディノスシネマズ。 札幌劇場に統一された、ビルの1階にセイコーマートがある。ABCD 和田由美、北海道映画館グラフィティ、サソリザ、朝日新聞。 h t t p k i t a n o i z o u n e t b l o g w-p-co-n-t-e-n-t u-p-l-o-a-t-s ス2014スラッシュ12スラッシ e7% 84% a1% e9% a1% 8c1png2016 年7月28日閲覧 気骨の名画座、週末堂内唯一、18年個人経営の、サソリ座。2019年6月3日閲覧。ABC、名画座18年分厚く解雇閉館の札幌、サソリ座館主の通信952ページの本に、北海道新聞有刊北海道新聞社。2016年7月4日。2019年6月3日閲覧。2000年の映画館、消えた。 映画館の記憶、松江哲明。アティックと、サソリザ。エブリージャパニーズウーマンクックスハーオウンカレー。ハテナダイアリー。2014年7月14日閲覧。ニュース、北海道、札幌サソリザで、桃色のジャンヌダルク上映。マスヤマレーナの革命鍋。エキサイトブログ。2015年6月1日閲覧。札幌、サソリザ30日に閉館名が上映。 18年で、幕、北海道新聞北海道新聞社、2014年12月2日、2019年6月3日閲覧、和がお別館、オカル、ハット AB、我がお別館、オカル和食居酒屋、ホットペッパー、グルメ、リクルート、2015年4月29日閲覧、ありがとうございます。